中古車販売大手ビッグモーターの店舗前の街路樹が枯れていた問題で、さいたま市は今日、浦和美園店前の植え込みの原状回復工事を始めました。浦和美園店と東浦和店の前にある植え込みについては、ビッグモーターが除草剤の散布を認めていて、去年10月、管理するさいたま市が枯れた木の伐採や土壌調査の費用合わせて467万円をビッグモーター側に請求し納付されています。さいたま市は今日午前9時過ぎから浦和美園店前の市が管理する道路で長さおよそ50メートルにわたり枯れてしまった街路樹の根を深さおよそ40センチほど掘り起こして伐採し土を入れ替えました。市によりますと明日以降、欅3本の植え込みを行います。また16日からは東浦和店前の工事を始める予定です。